はい、皆さんこんにちは、シスです。というわけでね、前回長きにわたる皇帝の奇病をクリアしました。そこでね、コメントいただきまして、クリア直後にメルビルの神殿とメルビルの地下に行くといいよと。特にこの地下はなんと可愛い子が仲間にできる可能性がある。いや、行くしかないでしょう。というわけでこの2箇所行くことにしましょう。あのね、地下の方はちょっと楽しみなので後に置いといて、先に死んでいきましょうか。ただね、ちょっと気になるのは、地下といえば怪しい赤黒い人たちじゃないですか。生贄を捧げたりする。いやー、赤黒い人たちが仲間になってもあんまり嬉しくないわけだが。さあ、ここですかね、エロールの神殿と。あなたには感謝の言葉もないわ。ところで、どうやってムーンストーンを手に入れたの？いや、実力ですが。まず、二つの月の神殿に関する古文書を手に入れ、帝国図書館で解読法を探し、アムトの神殿でアムトのシンボルを手に入れ、できるやつだな。でエルスのシンボルを手に入れ、ワロン島のジャングルで二つの月の神殿を探し、神殿の中でムーンストーンを発見し、頑張ったな、アルベルト。ムーンストーンの守護者と戦って手に入れたのです。長え。あなたは神々に愛されているのね。イナーシーに魔の島と呼ばれる島があります。そこに住む邪悪な魔道士がディスティニーストーンの一つを持っているという噂です。あなたにエロールの加護のあらんこと。うわー、マジか。魔の島、これだろ。魔の島、ヨービル港にいる老人から聞いた。魔の島に住む魔道士がディスティニーストーンの一つを持っている情報が追加されたんですね。いやー、ハンターハンターのさ、もう完全に外側の世界だろ。うわー、強いのいそうだなー。いや、それも気になるんですが、まずは地下ですかね。あ、その前にちょっとなんか買い物できるか。あれ、これ新しくなってるか。こんなのあったっけ。スターライト FS コズミックタイド。うわ、なんかすげー強そうではあるけど。光魔法かー。いやー、ミリアムがね、覚えられるんすよね。これからもしかして邪悪なるものと戦うとしたら、あ、でも邪悪なるものには記述法が効くのか。いやー、迷うけど、ちょっと置いとこうか。こっちはなんだ。あー、同じか。こっちも同じだね。ちょっと一旦置いとこう。そしてあれですね、装備といえば前回確認してなかったですね。なんとコメントによると最強装備らしい。いや、ほぼ実質1周目最強装備というコメントをいただきましたね。前回皇帝からもらいましたエスパーダロペラ。うわ、めっちゃ上がる。攻撃力めっちゃ上がった。レイピアすら強いのに。うわー、じゃあレイピアを代わりに、いやー、そろそろさ、詩人使うのやめようぜっていう。あ、外せない。アイデンティティってことか。いやーね、そろそろね、詩人ね、ギルバート以外を入れたいんですよ。っていうのもあってね、地下、新しい可愛い子が仲間になるっていうのは、すごい期待ですね。さあ、来た、下水道。いやー、ここ問題は、めっちゃ広い。わからんから、端から順番に回っていくしか多分ないよね。じゃあ、何かあるまで、カット。なんか声が聞こえてくるんだけど。ダメか。ぶち破る？これなのか？違う気もするが。行け、アルベルト。なんだこれは。お宝がいっぱいあるじゃないか。お前を生かして返しちゃ、帝国軍がいない間にメルビルを襲撃する計画は台無しで、悪いが死んでもらうぜ。あ、自己紹介してる歌が俺たちは海賊って言ってる。たっちゃ海賊、俺たちは海賊。いや、しかし敵多いな。
いけるか。いや、ここまで成長してきた俺たちだ、いけないわけがないだろう。よし、一応 AB2 体にターゲットを分けて。うわ、怖っ。どれだけ強いか。うわ、スタンさせられた。うわ、倒せねえのか。結構強いぞこれは。あ、なんかすごい劉備返し。いや、待って待って待って、強い。死んだ、死んじ、スタンさせ、待って、クソ強い。やばい、なぎ払い、なぎ払いはいい。あ、いやー、火の鳥撃てなくなった。ちょっと待って、スタン衝突、嘘。いや、全体攻撃はしたいよな。出たらやメア撃って、回復も入れて、やめて、よし、癒し入った。ミリアンまで置きたい。やめてくれ、起きて。うーわー、アルベルトはムーンライトヒール打てないんで攻めよう。火の鳥まではあと2ターン耐えるのは無理だろうな。ここは減らしといた方がいいだろう。で、クローディアはメイン火力だろう。で、ギルバートは最後にアイシャを起こして、デタラメって、うわー、痛ぇ、うわー、痛ぇ。いや、でも相当減った、でも相当減った。2対2。うわー、迷うな。正直言うと多分ミリアムとアルベルトで倒しきれる気がしてる。ただもし倒せなかった時、こっちが全滅する可能性がある。うわー、ここ運命の選択っぽいけど、俺はいけると思う。倒せるよね、ここは大丈夫だと思うんだよ。よし、あっぶねー、嘘だろ？ディスティニーストン守ってんじゃねえのこいつら。強かったー。あ、ラッキー。え、全部くれんの？超嬉しいんだけど。え、待って。罠解除はつけてるよな。反応しないから多分大丈夫。よし。リジットレーザー。うわ、強っ。ボーンブレストが弱いのか。めっちゃ上がるやん。リジットレザーにしようか。そして2個目。よし、旋風ですか。いや、でも強いのか。手斧に比べたら相当強いか。ちょっとね、斧とかまだ使ってないですけど、今後使っていく選択肢もあるかもしれませんね。そして3つ目、罠は。あれ？開かないのこれ？嘘でしょ？こんな宝箱あんのに？え？偽物？あ、これ開く。よし！ 320 金か。あ、金のロットすごい。え？ちょっと待って、金のロットってやばくない？あ、レイピアだ。え、だってさ、炎のロットの亜種みたいなもんでしょ？贅沢にも黄金で飾り立てた装飾用のレイピア。魅力が少しダウンすんの？え？なんで、おしゃれなのに？おしゃれなのにダウンすんの？うわ、成金趣味であんまかっこよくないってことか。でもなんかこれさ、特殊効果あるんじゃないの？ないのかな？炎のロット的なさ。でも金って何が使えるようになるの？錬金術？そんなのあったっけ？うわー、なんか良さそうだけどよくわからねえ。使い方がわからない。お、これ巻く。うわー、ウミンチュのバンダナだ。これさ、持ってなかったっけ？あれ、ウミンチュセットしてたじゃん。うわー、クローディアもう持ってるわ。ウミンチュはもういらないんだよな。これで全部ですかね。とりあえず悪巧みしてたアジトは壊滅させたわけですが、何かこれで
プレイヤーノートでイベントリストが何か進んだのだろうか。いや何もねえな。戻るか戻るか戻るか。とりあえずさ、報告した方がいいよね。今の海賊もあれでしたっけ、ローバンココルネリオの差し金なんですかね。というわけで、王様にね会いに行きましょう。ここは立ち入り禁止です。あれ、ちょ待って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 、わかんないですよ。ここってさ、どこにいんの。いまだにさ、メルビルのさ、陛下がさ、どこに行けば会えるのかよく分かってないんだけど。ここは立ち入り禁止です。ここではないのか。あれ、じゃあちょっと待って待って、ネビルに会いに行こう。ここは立ち入り禁止です。ここネビルの家じゃないの。ちょっと待って待って待って、ネビル待ってくれない。あれ、ちょっと待った、こっちか、こっちだ。ネビルは、ちょっと待って待って、ネビルに報告しに行こう。お、いた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 。俺たちさ、すげえ計画見ちゃったんすよ。元気かね。宝なんかは特になかった。あれ、それだけ。元気かね。元気だけどさ、報告違う。ちょっと待って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 、じゃんさ、俺さ、すげえの見ちゃったんすよ。私はバファル帝国親衛隊のジャンです。ジャンです。いやさ、いや違う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 、強そうなのは名前だけ。ジャンでもないの。なんでみんな僕の話を聞いてくれない。あれか、まだプレイヤーノートが更新されてないってことは、きっとフラグを回収できてないんだろうな。もっと何か事件が起きてから、あそこ行くか。ちょっとさ、なんか事件くれよって言いに行くか。よ、変態の超仮面おじさん。メルビル警備隊の事務所だ。海賊がメルビルを襲う計画を立てています。本当か。帝国軍が手薄なところを狙ってくるのか。すぐに対策を立てれば。通報ご苦労だった。話聞いてくれた。ここはメルビル警備隊の事務所だ。通報ご苦労だった。超いいやつじゃん。お前ただの変態かと思ってたよ。いやー、超いいやつだった。これできっとイベントリストを見ると、あった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 、メルビル襲撃計画。海賊たちがメルビルを襲撃する計画を立てている。いやでもさ、阻止したわけなんだけど、違うのか。立てている。ミンサがさ、これ次どこ行けばいいとかマジ書いてないんだよな。これをフラグ立てた上でネビルか。よっ、ネビル元気かね。あ、元気だ。うそー、わあ、マジであの変態の方がいいやつだわ。クソだなこいつ、話聞いてくれね。違うのか。うわ、マジでわからねえ。いやこれさ、やりたいんすよっていうのはさ、可愛い子が仲間になるっていうからさ、いやそろそろもうギルバートいらないでしょ、銀融指示。そろそろ変えたいんだけどさ、いい女の子がさ調達できないわけなんすよ。いやどっかいない、人さらいって言ったじゃん、変えないかな。よし、ではね、心機一転、新たなクエストにね挑むことにしましょうか。というわけで、今やってないのはこれ、タラール族の消失。ただね、どこ行けばいいのかわからない。あとはディスティニーストーンとか神殿巡ったり、あー、シルバーの財宝か、ドラゴンね、今なら倒せるかな。そしてさっき情報を得た魔の島、メルビル襲撃計画はもうどうしていいかわからない。あー、これいいんじゃないの。トマエ火山ってどこにあるんだろう、未だに見つかってないんだよね。タイニーフェザーでさ、過信防御林っていうのを取ってこなきゃいけないんだよ。これやろうかな。あとは不幸を呼ぶ女、妖精の森、生態系の不思議だもんね。じゃあこれやります。過信防御林、まずはトマエ火山っていうのをね探しに行きましょう。なんかベイル高原というところに来てしまった。ついクリックしてしまったらベイル高原というところに来てしまったんだが、ちょっと待って、ここはなんか違うんじゃないのか。ゴールドマイン、俺は今どこに来たの。ベイル高原か。いやいやいや、違うんだ、ちょっとミスクリックでベイル高原に来てしまったんだが、上行ったらゴールドマインって書いてあったよね。ここ何なの。
なんだっけ、なんで分かったんだっけここの場所って。いや地図もないもんな。うわーでもすごい見晴らしがいい。なんだろうここは、何かがあるとこなのかな。お、宝箱がある。よし、お、地図手に入れた。え、待って広っ。え、広くない？ちょっと待って、予想外に広いんだけど。え、そして俺はどっから来たの？多分上から来たんだよね。この上の矢印から来たの。せっかくだったらじゃあ、ちょっと違う矢印に行ってみる？お、ブレードロール。なんだこれ？コマみたい。ベイブレード。ベイブレードゲットしたんだけど。十字切り！ひらめくな。敵のレベルが高いんだ、ここ多分。あれ？ゴールドマイン？え？おかしいぞ、俺は。戻ってきてしまってる。おかしいぞ。右下から来て、右下がゴールドマイン。そして今、左下に来て、左下がブルーエーレ。そして、真ん中上は、ハテナ。行くか。やばい。なんか音がやばい。グレートピットとかいうとこ来た。これは、待って。ちょっとだけ見るか。いや、音楽やばいだろう。ここ絶対やばいとこだ気がする。かっこよすぎるもん、音楽。うわぁ。いやぁ、音楽かっこいい、ここ。じゃあ、ちょっとだけ探検します。うわぁ、まだハテナがある。2階。いや、さすがにね、ちょっとね、ここはクエストをしっかり受けてから来ることにしましょうということで、気になりますが、戻ります。いやー、すごい戦っちゃってるな。でも、なんか敵が弱いんですよね。むしろさっきのところの方が、ベイル高原のところの方が強かったくらいなんで、もしかしたら別にここは大したことがないマップなのかもしれないですね。まあ、ミンサカは新コードでね、敵の強さが決まるらしいので、敵が弱いからといってね、あながち大したことがないマップとも言えないんでしょうが、一旦戻りましょう。あー、クライミングアビリティ、レベル4ポイント。すごっ。レベル4あったらまたなんかいけるところ増えるのか。うわー、ベイル高原クライミングレベル4、覚えとかなきゃいけないな。そしてゴールドマインですね。戻ってきたので、一応パブにだけはね、寄っておくことにしましょうか。特に何もないか。よし、というわけでね、トマエ火山です。探すはトマエ火山なので、トマエ火山を探していくことにしましょう。ジェルトン違いますね。うわー、ないわ。ジェルトン行くか。ジェルトンは多分行ったことがないんですよね、唯一。というわけで、新規開拓、リガウ島ただ一つの町、メルビルとの間に航路がある。草原に出かける冒険者たちの前線基地としてにぎわう。行きましょう。は？ちょっと待って、ゴールドマインの時と同じ事件の匂い、燃えてるし、やっばっ。